厳選ニュース、海外の反応、国内の声をお届けします。旭日五輪、理想的状況の実現。旭日旗五輪会場持ち込み可、国内で広く使用されており、政治的主張や差別にはならないから禁止には該当しないと、東京オリパラ組織委員会、東京五輪パラリンピック組織委員会は28日、都内で大会における持ち込み禁止物品などの周知についての説明会を行った。韓国などが問題視する旭日旗については、これまで組織委は政治的主張に当たらないとしてきたが、この日も組織委員会の岩下警備局長は、旭日旗のデザインは日本国内で広く使用されているものであり、それ自体が政治的主張や差別にはならないことから、それ自体が持ち込み禁止には該当しないと強調した。我が国の基本的立場は、2021年5月18日の加藤官房長官記者会見で以下のように表明されている。旭日旗の衣装は日照旗同様、太陽をかたどっており、大漁旗や出産、節句の祝い旗等、日本国内で現在までも広く使用されているものであり、特定の政治的、差別的主張であるなどの指摘は当たらない。政府として韓国を含め、国際社会に向けて、旭日旗の掲示が政治的宣伝にならないという考えを、累次の機会に説明しており、今後ともそうした説明を継続していきたいと考えている。以上、ネットの情報。以下、日本国内ネットの声。これは是が非でも、五輪してくれって、初めて思った。マジか。この決定は素晴らしい。俺、オリンピック賛成派に、くら替えする。はい、オリンピック大賛成。みんなで旭日旗を持って、応援に行こう。この状況で、わざわざ五輪やる必要ないと、思ってたが、こうなると、実績作っておくためにも、開催しておくべきやな。これで東京オリンピック、盛り上がるぞ。無観客なんじゃないの？旭日旗持って、会場周辺うろつけばいいのか？人数制限はあるが、プロ野球で屋内屋外とも観客ありをテストできている。大相撲で選手のぶつかり合いも問題なしとなっている。共産党とマスコミが中止を煽っているが、大丈夫、成功裏に開催できる。しかもスタジアムの観客は全て日本人、もしくは特はあちらを除く日本在住者しかいないという、理想的な状況の実現になる。竹島へのイチャモンは通らない上に、旭日旗ははためいている。これで韓国が参加してきたら笑えるな。さあ韓国よ、ホイコットの理由が増えてきたな。笑い、決断するなら今だぞ。これで韓国ホイコット間違いなし。すげえなこれ。韓国ホイコット、不可避じゃろ。北は不参加だし、半島両国が、ボイコットするなんて、今大会、成功、間違いなしだな。旭日旗、飾ってれば、韓国人はもう来れないね。迷信や風説などではなく、具体的な魔除けの効果が、旭日旗にはあると思われます。半島除けにはなりますし、各位は適時、適切に、形容されてはいかがでしょうか。竹島で、いきり立ってるところに、旭日旗で追い打ちとは、オリンピック委員会も、なかなかえげつない。だがそれでいい。これでもまだ韓国が、不参加を決めないようなら、福島産の食材を、最優先で提供する、とでも表明しようぜ。笑い、韓国国会の、
旭日機使用厳罰化法案に対する日本政府の反応だと思います。日本の主張は何も間違っていません。行き過ぎた歴史歪曲、表現の自由の侵害、人権抑圧に反対し、堂々と旭日旗を掲げましょう。あの朝日新聞が頑固に使い続けてるんだから、かっこいいに決まってるぞ。朝日新聞の社旗を振ってやれば、会社の宣伝にもなるし、韓国人たちも大喜びだろ。これには朝日新聞もにっこり、朝日新聞の社旗を振って、応援しようぜ。旭日旗デザインのパーカーを着て、オリンピック観戦しよう。アマゾンで、いろいろ売ってるぞ。日本選手団のユニフォームに、旭日旗入れろや。かっこいいから、とりあえず国際空港のターミナルにでかいの飾ろうぜ。へいへい。アジアサッカー連盟、見てる。オリンピックで OK なら、禁止にする理由はなくなったな。サッカー協会よ。つまり、サッカーのスタジアムで使用しても問題ないわけだな。次の試合から持っていくぜ。入場拒否はなしだぜ。GFA は見習ってほしいです。日本人の人の良さが通用するのは、恩や恥を知る人間だけ。良心的で大人な対応をすればするほど、突き上がる人間が韓国にはいるってことに、多くの日本人が気づき始めています。そもそもサッカーでの侮辱行為非難の論点ずらしに利用されただけだしな。韓国人だってキヨンソイが自分のやったサルマネヘイトパフ批判への適当な言い訳に使うまで全く騒いでなかったんだから。日本人だって旧日本軍とか自衛隊で使われてるって知らない人間多かったんじゃないかな。旭日旗って名前さえも韓国人が騒がなきゃ知らなかった人多そう。これ自粛だけはするな、させるな。ラグビー世界大会でも観客で旭日使ってるのが外人ばかりという残念さ。日本人への長年の歯欲炎の恐ろしいわ。旭日旗アーチ巻きを外国人にプレゼントしたら、韓国人以外喜んで頭に巻いてくれるよ。もともと問題ないものを問題にしたことが問題。それに韓国はボイコットするんでしょ。じゃあ特に問題ないな。今までのむちゃくちゃな難癖で、旭日的デザインはあらゆるところで配慮されて取り下げられる件が出てきたが、こうやってくだらん難癖をしっかり潰していけば、戦犯旗云々はもう通用しなくなってくる。根拠のない言いがかりに配慮なんていらないんだ。2015年の慰安合意あたりからほんの少しずつだけど、対韓関係では強気に出れるようになってきたなとつくづく思う。まだまだほんの少しだが、もう遠慮なんかいらないんだよ。これが平時だったら、 JOC は強権で持ち込み禁止あったかもな。だが IOC、JOC ら開催主体側からすれば、ここで保守にまで喧嘩売ったら、じゃあ反対だ、やめちまえと強硬な反発世論が今よりずっと増えてしまうのを恐れたんだと思う。素晴らしい。旭日旗だらけとか血が騒ぐは、国際映像で全世界に客席で大量に翻る日の丸と旭日旗が映ったら、既成事実化してもう文句つけられなくなるからね。以上、日本国内ネットの声。最後までご視聴ありがとうございました。次の動画もぜひご覧ください。画面左はこのチャンネルでご覧いただきたい動画です。クリックしていただくとご覧いただけます。画面右はこのチャンネルの最新動画です。もし、
ご視聴がまだでしたら、ぜひご覧ください。